おはようございます。大輝です。で本日ご紹介させていただきますのは森刑事先生のご著書君ががよから神がよへという一冊です。こちら参考にさせていただきながら今回は老いと病が持つ人生における本当の意味とその老いや病を必要以上に引き起こしてしまう原因となるまたはですね不運な出来事であったりあるいは事故のようなものまで引き寄せてしまう原因となる 霊魂のの歪みみとといいいいうもににつてて一緒に回んででただけますす嬉しいです森井先生こういったご経歴をお持ちの先生で動物に対するホメオパシーを中心とした統合医療を行う先生として有名なんですけれどもヨガの実践においても第一人者として知られておりましていろんな猫、ね、前世の 記憶であるとか、前世から今世に生まれ変わってくる。あまでの間のね。記憶であったり、そういったものをお持ちだったり、瞑想体験を通してですね。いろんなこうヨガの聖者と出会ったりっていう不思議な体験もたくさんされている先生なんですよ。で、そういった体験も踏まえて、私たちにたくさんのこっちを通じて魂的な観点から気づきを得られるようなことを教えてくださっている先生なんですけれども、本書はですね。この君がよ。よと いうですね、これ国家の君がよですここから「神が代」というですねそういう時代にね変わっていくし変わっていかなければいけないよというところでその「国家の君が代」っていうのは実は魂的な、ね、観点から見るとこういう、ね、解釈をすることができるんだよということを序章で、ね、教えてくださってるわけなんですけれどもすごくねざっくりお話しすると 私とととあなた僕と君というですねこの二元的な、まあ、分かれてる分離してるよという考え方から本来はもともとね大きな一つの命いわゆるね神様というふうにね言われる存在ここから私たちそれぞれね魂として分かれてきてるだからこの人生を通じてこの魂をそれぞれ磨いてこのね一つの命に戻れるようにねやってるんだとそういうふうに生きていく。 生き方のヒントをですね、本書でたくさんこう教えてくださってるわけなんですがその時のねテーマとして人生で必ず全ての人が経験するこの老病死症老いること病になること死ぬことそして生きることというですねこの4つを1つずつ紐解きながら世界中のですねいろんなこう 事例を教えてくださいながらどうやってこの物質世界で私たちは生きていけば上手に魂の成長をさせることができるのかというですねそういったことを教えてくださるそんな構成になってるんですけれどもこの「老病死症」いわゆるあのお釈迦様の説いた「小老病死」と一緒ですねこの4つっていうのは全ての人が経験するね人生の まあ苦しみであるというふうにね認識している人も多いかなと思うんですけれども森先生はこの4つをねしっかり理解してちゃんとある意味活用することによって。 魂の成長につなげるるこことととができるんだだよというところを教えててくださっております特にですね老病死というものを現代人はねすごく嫌なものというふうにね捉えてこうベールのえ後ろにね隠してしまうようなそういった見方をしてる場合が多いんだけどこれらをちゃんと見つめ直すことによって必要以上の恐怖をなくしてちゃんと地に足をつけて 生ききていくことができる。だからねこの老病死というものを学んだ後に最後ね生きるというところをねちゃんと丁寧に教えてくださるわけなんですけれども本書はですね「上巻、下巻がありまして上巻では老いと病そして下巻では死ぬことと生きることについて教えてくださっております。で今回動画でもでもすね、えー、まず、 前半で老いと病についてそして後半で死ぬこと生きることについてですねご紹介させていただきたいと思っておりますで上巻さっきも言ったように序章でその「君が代」についてそしてそこからね「神が代」にはどういうふうに移行したらいいのかというお話そして下巻では最後の方にですね瞑想の具体的なやり方とかそういったところを教えてくださっておりますので是非ご興味のある方どちらもですね合わせてご一読いただければなと思いますはいというわけでちょっとね前置き長くなってしまったんですけれども早速 老いいの方から順番に見ていきましょうでまずはじめになんですがこれは後でお話しする病気の部分にもねすごく関わってくることなんですけれども老いや病気の真実を知ろうとした時に体が老化する。 体が病気になるって言いますよ、ね、でこの「体」というのは一体何を指しているかということなんですがここで言う「体」というのは実はですね目に見える物質的な肉体と目に見えない非物質的なエネルギー体いわゆる霊体と呼ばれるものこれが一つになったものだっていうことなんですよ。だからこれが老化するこれが病気になるっていうふうに見ないと老化や病気の真実って見えてこないよっていうことなんですね。 この霊体を外して肉体の部分だけの老いや病について見ていくからなかなか解決がつかないしだからこそこれが嫌なもの怖いものっていうふうに見えてしまうんだっていうことなんですけどじゃあここに霊体の概念をね加えるとどういうふうになってくるかっていうことなんですがまずね老いから見ていくとこの霊体て 霊体エネルギー体の中でも特に肉体の近くで肉体が正常に機能できるようにエネルギーを送り続けてくれているものこれがエーテル体と言われるものだということなんですけれどもこのエーテル体はですね年齢を重ねるごとにだん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 と離れていってしまうそうなんですね。でそううなるるるるとととももちちろろんん肉体に供給すエエネネルルギギーー量いうのは減減ってくが 肉体の機能が低下してしてままいますよね目が見えづらいなとか耳が聞こえにくいなとか足腰弱ってきたなといういわゆる老化現象というものが出てきてやっぱり肉体面だけで見るとね嫌なこと辛いこと困ったことって見えちゃうんですが実はこの時に目に見えない霊体の方ではですねいいことが起きてるっていうことなんですよ。どういうういいことかっていうとか エネルギーの供給を何もね、エーテル大さんが意地悪で離れていって少なくしてるんじゃなくて、その肉体に供給してた分のエネルギーを目に見えない霊体に蓄えてるそうなんですね。でそのことによって霊体の目が見えやすくなったり、耳が聞こえやすくなったり、元気に活動できるようになるということなんですね。でいやいや、それの何がいいことなんだ って思いますよねだって最後まで元気で生きれたらそれに越したことないじゃんって感じなんですが実はそうではなくてそれでは後々私たちが困ることになってどういうことかというとこの肉体の寿命が尽きると今度魂は肉体を脱いである一定期間ですね霊体でで過ごさなななけければいけないそうなんですよだからその時にちゃんとこっちの準備ができてなかったら何もできないっていう風になっちゃう。 そうならないように徐々に徐々にエネルギー供給の量をシフトしている霊体の方を多くしていって肉体を少なくするだから老化現象というものが起きてるだから老化は死んだ後に活動するための準備なんだということなんですねでもちろんその肉体的なね機能だけじゃなくて脳の部分も 同じことだよということで脳にエネルギーを供給する道っていうのが大きく分けてね2つあるそうなんですね。で一つはね本能的なこうエネルギーを司る部分そしてもう一つがえ知性的な知能的なものをこう司る部分。でどっちが先に衰えるかっていうと衰えるというかこれも準備なんですがえこれは知性の部分だよっていうことなんですね。 でそうすると何が起きてくるかというと記憶力が低下したり認知機能が低下したりっていうことなんですけれどもじゃあこのね、まあ、脳の機能も肉体の機能もできる限り正常に保ってなんとか最後まで生きることはできないかっていうことなんですがもちろんこれはねできるよっていうことなんですね。老化をいわゆる 食い止めるというかね遅くするということはできるっていうことなんですがそれはどういったことを心掛ければいいかっていうと適度な運動であったり自然の中での散歩それから愛の意識を持って言動や行動を心がけるということなんですねではなぜねそういう生き方をしているとある程度この老化のスピードを遅らせることができるかということなんですけれども遅らせるというよりもね早めるのを食い止めるって言った方が 正しいかなと思うんですが要はエネルギーの供給量が少なくなってきたからそういった肉体の機能が低下して老化現象が起きてくるっていうことですよねでこれエーテル体離れていくだけではなくてもう一つですね離れてって供給量が減ってる上にこれがそっぽ向いたらもっと供給量減りますよねこれがいわゆるあの霊魂の歪みというですね今回のもう一つのテーマだと思ってください でどうしたらねこの霊魂の歪みできるのかって詳しい話は次のね病気のところでお話していくんですが簡単に言うとこの地上でね物質的な肉体を持って私たちが生きている本来の目的を忘れてしまった時だと思ってください。で本来の目的って何ですかというと私たちの正体である魂というものを磨いていく。でいろんな経験を肉体を持ってしていって。 それをですね、魂を磨くための糧に変えていければいいんですけどそうじゃなくてね人を憎んだり怒ったり妬んだりそれから人と争ってね共闘してでも自分だけが豊かになればいいんだとかそういう風な考えを持って生きているとこの魂霊体というものにちょっとねそのエネルギー場というものが歪んじゃうっていうことなんですね。そうするとエネルギーの供給量がより減ってきて、き 老化を引き起ここしやすくななるとということなのでまあ目的通りにね生きていけばいいのかなということなんですけれども実はですねこの老化っていうものを、まあ、なかったことにするわけじゃないけどね寿命を延ばしてね若くて健康な体を維持するための飛躍みたいなものを持っている伝統医学が世界中にはあるんだよっていうことなんですがそれがインドのね嫉のね た医学といいうものらしいんですけど、これあのインドのね聖者たちが残した知恵が詰まった医学だというふうに森先生教えてくださってて多くはアイユルヴェーダに、ね、似通ってる部分があるそうなんですけれどもこの知った医学は実は全部が公表されてるわけではなくて未公開のね部分があるそこにそういうね霊薬、飛躍みたいなものがあるんじゃないかと言われてるそうなんですよ。 でなぜそれがねそんないいものあるのに出さないんだって思うんですがそれはそういうふうにですね本来の目的を忘れてむしろそういうものが出てきたら悪用してしまう人たちが多いからなんじゃないかということでまあそういう人がね減ってきてみんながねその内面に 向かうしっかり魂成長させていくぞなんていう風な意識が持てるようになったらもちろんそういう風なものも公開されるんじゃないかということでね今からちょっとね楽しみではあるというかまあいつまでね僕も生きれるか分かんないけれどもちょっと見てみたいななんていうね <laughs> 気持ちはあります。はい、でまあ簡単に言うとねその若い健康な体ってサッカーとか、まあ、野球とかのね試合に出てく時の 綺麗なユニフォームみたいなもんなんですよね。その時の本当の目的って、試合に集中することですよね。何もそのユニフォームをね、汚さないように生きていこうとかね、もっと綺麗にしようとかね、これいいでしょうってみんなに見せるために行くわけじゃないですよね。そのことを忘れて、そういう風に生きてる人が多いよということなんですよね。はい。で、だからこそ、この老化というものが実は、 ある意味、神様からのプレゼントとして、仕組みとして、私たち人間に与えられてるんだっていうことなんですよ。それはどういうことかというと、老化していくと、さっきも言ったように、肉体の機能が低下していきます。目が見えづらくなり、耳が聞こえづらくなってくると、外からの刺激、情報というものが、どうしても入ってきづらくなってきますよね。でもし入ってきたとしても、肉体的にこう、 足腰終わってきたとかね若い頃みたいに動けないってなると若い頃よりは反応する速度とか頻度っていうものが減ってきますよねそうなってくるとどうしても内側に目を 向けざるを得ない、そういう時間が取りやすくなるわけなんですよ。みんながみんな、そうなったからといってね、内側に自分のね、心の方に目が向くかというとそうではないんですが、向きやすくはなりますよね。外側からの刺激がだんだん少なくなることによって。だから、そういう老化というものがある意味プレゼントとして用意されている。まあ、むしろね、強制的にこうちゃんと学びなさいよというものがやってくるということですね。 でそこに関してね一つこう覚えておきたいなと思うのがやっぱりね老化っていうと、まあ、アンチエイジングとかっていうね言葉もあるぐらい若々しく見せようという見せようというかね若さをねお肌とか保とうっていうこれ自体がね悪いことだっていうわけではないんですが外側からの努力ばかりではなくてやっぱりねこの外側肉体をいくら綺麗に保っても最後はこれは失われるもので内面を磨いた美しさっていうのが これがちゃんと肉体のね、外面的な美しさにも現れるし内面的な美しさというものはもちろん死を越えて次の生へ持ち越すことができるから外を磨いちゃいけないというわけじゃなくて同時にやっぱり中も磨いていくこの意識が大事だよということですね。はい、というわけでですねじゃ実際に本当にね若くて強靭な肉体を 維持してていいるる人たちが何ををやってるかっていうとうころを最後見ていきたいんですけれどもそういうい方方はアメリカ先住民の方たちですで。この方たちがどんな、ね、生活を普段心がけてるかっていうところなんですが肉体的な面でいくと正しい姿勢深い呼吸適度な日光浴適切な質と量の食事清らかな水や大地に親しむこと適度な運動性エネルギーの節制 そして内面でいくと瞑想や祈りや慈悲の心を持つこと明るさ笑い快活さを心がけること清らかな視点を持ち清らかな行為をすること。 とといううここなんですねね、まあ、外も中も中、ね、して、まあ、当たり前で道徳的だなんてね言われてしまえばそれまでなんですけれども、まあ、これがね分かっててもなかなかできないというのが人間なのでこれがしっかりできてればそういうね先住民の方たちみたいに心身ととともに健康でで若々しくいれますすよということなんですねで森井先生がね一つね教えてくださってるのがそういう若さとか健康を保つ自然治癒力みたいなものってやっぱり。 本質人間のね本質魂の部分から出てくるんだっていうことなんですよだからそれを引き出すためにそうやって自然の法則に調和した生き方をしていくでその人間の本質を表す英単語と自然を表す英単語って実は一緒だよっていうことなんですね。だからその2つを 一つにね合わせてあげることによってものすごい名義になるんだよとということなんですねだから逆にですねそうやって本来自分の中であるとか自然の中にあるものに頼らずに人工的なねサプリとかそういう何か手術とかみたいなものだけに使っちゃダメってわけじゃなくて依存するっていうことは 不健康な道になっちゃうよということなんですねというわけでねここまでが老化のお話になります一旦ここでね僕の食感挟ませていただきたいんですけれどもやっぱ普段からね内側魂を磨いていくぞという風にしてる人は老化現象がね起きにくいんじゃないかなと感じましたなんかね年をとっても若々しい人って すごくく優してて明るいいい人なななんんかが多いなぁなんていう風にねこれ完全に個人的な体験からくるものなんですがそんな風にも感じますしっていうのが逆にね今回の話でこう説明がつくかなというのは最後どうしてもね機能が低下してってちゃんと心の方にも目を向けなさいよっていうのが老化の一つの、ね、目的だとしたら最初からそれをやってる人は何もそこまでする必要はないわけですよね。なんかあの 学校で授業をちゃんとね受けずにサボってばっかり言ったら最後ね補習になるみたいなもんで普段からちゃんとね授業中に勉強してたらそれはないよねっていうところでそういうところもね気をつけていくことってすごく大事なんじゃないかなと思いましたはいでは次ね、えー、病について見ていきましょう病の本当の原因なんですけれどもこれはね先ほど説明したこの霊魂の歪みというものによって気 エネルギーそういったものがねこうエネルギー場みたいなものが乱れたり歪んだりすることによってですね体の正常な機能が保てなくなった。 それによっていろんな不調やこれは何もですねその東洋医学とかですねその何かスピリチュアル的なとかっていう人たちだけが言ってるわけではなくて現代医学の中でもその目に見えない部分が体に影響を与えるよねなんていうことはやっぱり普通に言われるようになってきてるわけなんですね。でそれのの代表的なのがこの精神的ななが精神スストレスによって っていうことですす、ね、よよく言われますよねストレスに気をつけましょうとかっていうことで過去の悲痛な体験とかねえすごい苦しい思いをしたとか人間関係がねこう壊れちゃったとかそういったことが原因になって起きてくることもあるそうなんですよ。でこれを治すにはですねやっぱり薬でどうにかなるっていうことではなくてそのストレスとかねそういった悲しい体験が元になって そういうエネルギーが乱れてしまったのであればそのエネルギーをやっぱり整えていかなければいけないんですよねそのエネルギーが乱れてしまったから本来の自然中力みたいなものが出てこれなくなって要は私たちは普段から向上性って言ってね 健康な体を保とうとういうねそのいわゆる自然治癒力みたいなものが働いてるんだけどそれが働けなくなっちゃってるわけですからその働けなくなる原因であるその乱れ歪みみたいなものを取らなきゃ根本的に治っていくっていうことはないっていうことなんですよね。でその出てくるのを邪魔してる蓋してるのは歪めてるのは何かというと大きく。 分けるとね、まあ、大きく言うとこの自我というものなんだっていうことですね要は私だけが良ければいいんだとかっていう要はそのさっき言ったね魂の成長みたいなものを忘れて物質至上主義みたいなので生きている生き方っていうのはそういうものが起きやすいよっていうことをですねだからといって絶対起きるっていうわけではなくて原因はそういう生き方をしてるとなぜね起こりやすいかというと怒りとかね 憎しみとか妬みとかそういったものが起きやすくなるで必要以上の悲しみとか恐れとかそういったものがやっぱりマイナスなねエネルギーですからエネルギーを歪めてしまうということでそういった感情が全く必要ないっていうわけじゃないんですけど必要以上に持ちすぎてるっていうことでこれらにね起きてもそれがずっと自分を支配するのを防ぐためにはやっぱり。 瞑想みたいなものをしてそういった感情とか心の変化っていうのを客観的にね見れるようにそしてでこういったものっていうのは起きたら本当は消えていくものだからそういう風に 消えるまでねおとなしくこう見ていられるような状態を作らなきゃいけないっていうことなんですよ。これが自我が強いとあの人許せないというのをずっと何年も何年も引きずったりしてるんですよねその引きずってる限りずっと歪んでるっていうことで本来治るはずのものも治らないっていうことが起きてくる。でその瞑想みたいなものをするとそれを客観的に見れるように だからそういう感情とかっていうのをずっとね心の中に溜めるんじゃなくて一回そうやって外側から見てあげて消してあげる作業瞑想要はこれが心の断食だっていうことなんですよ体的にもね断食するとすごく調子よくなるとかねえあるんですがそれと同じように心にもそういう時間っていうのは必要だよっていうことなんですね。できたらやっぱりね毎日そういう時間保てたらすごくいいよねっていうことですね。で じゃあ病気の原因を作っている本当のねその自分の気エネルギーそういったものを歪ませてしまったものって何だろうっていうのをやっぱり考えななきゃいけないわけけわですよね薬飲んでその症状だけを取ったら OK じゃなくてその裏にあるね本当の自分の何が悪かったのか考え方なのか生活習慣なのかっていうところを 見返すいわゆる内観する作業が大事になってくるんですがその時に森先生がアドバイスくださっているのが頭でいつもの思考回路で考えても答えは出てこないよっていうことなんですねじゃあどこで考えろっていうのっていうとそれが心臓いわゆるハートの中心の思考回路や お腹のの中心の思考回路だということでこれはね実際にそういうふうにちょっと心がけてね頭を使わずに考えるっていうことをやってみるとね体験できるかなとかそうやってみないと体感できないと思うので是非ねやってみてください。そうすると健全な思考要は自我が入ってきづらい思考ができてちゃんと自分のどこが悪かったのかっていうのを内省することができて。 具体的にそれを解決していけば歪みの解消につながるよということなんですね。はい、でこの歪みっていうところを学んでいくにあたってどうしても避けては通れないのがこのですねカルマというものなんですよね。でこの「カルマ」というものは生まれ変わりを何度もする中で「過去性」に やってしまったとか言ってしまった人をバカにしたとか傷つけたとかね助けれる人を助けなかったなんていうことが原因になってこの自分の霊魂を歪めてしまうことがあるんだっていうことなんですよ。だからその歪みを解消するために人生をまたいでね過去世にやったことが前世前々世にやったことが今世に出てきて。 嫌な思いをすることによってあこういうことしちゃいけないんだなとかね、えー、やっぱ愛を持って接しなきゃいけないんだなとかっていうところが分かった時に初めてそれが治ってくるっていうことなんですけどただこの話をするとものすごくね嫌だなって。だっってて自分がねやったこと覚えてなないいじゃないで,すかであの魂の修行が必要だから成長が必要だからこうやって生まれ変わってきたということは要は 今でも未熟なんだから昔はもっと未熟だったんですよねきっと。ということは何やらかしてるかわかんないから怖えなっていつだってそれが原因で体の調子悪くなったりとかなんか不幸なこと起きたりするんでしょって思っちゃうんですが実はそうではないっていうことなんですね。であの森先生がねこのヨガのせいじゃんこういうふうに教えてくれてるっていうところをですね教えてくださってるんですが全てのカルマはそのあらかじめね 発動を防ぐことができるだからカルマによって運命が定まってるとかっていうことはないよっていうことなんですね。でじゃあ一体どうやったらねそれをそあの防ぐことができるんですかっていうとさっきのね補修の話と一緒で最初からやっぱり愛を持って普段から生活することそういう魂の成長させていこう愛を持った行動をしていこうって心がけて日々を丁寧に生きていくこと。 それだだけででむしろいいいんんよっていうことなんですね要はカルマというのは罰じゃなくてこれ学びなさいっていう追試とか補修みたいなものなので先に学んどいたらもう OK っていう部分も出てくるわけなんですよ。でそれがねなぜかっていうとこのカルマっていうのは出来事としてボンと出てくるわけではなくて意思に対する衝動として出てくるんだということなんですね。 こうう生きるぞってていう意思に対してどうしてもそうではないカルマ的なものが起きるような方向に行きたくなるような衝動が出てくるということでこれねあのイメージできておくとすごくあの安心して生きられるようになるかなと思うんですけどここで話してるとものすごく尺取るのでメンバーさん限定の動画でねちょっとお話したいと思います。よろしししけければねメンバーさんんのの限定の、ね、動画なんかもチェックしていいいただけると嬉でですはいで えとまあ、そういうふうにね、まあ、過去のことも今世の、ね、病気の原因になるよとかっていうのを、ね、教えてくださったのが江戸川慶喜さんなんですけどじゃあどういうことがあのカルマになるのかだから今世でもこれ気をつけていかなきゃっていうところはあると思うんですが要は調和を乱す言葉とか行動ですよねこれがすごく歪みを作るっていうことなんですけど。 その行動とか言葉もそうなんですがそれ以上にですね悪いと知りながらやってることとか、えー、そういうこと要は動機ですねそこが意図的だとねすごい大きな歪みを作っちゃうそうなんですよ。どういうことかっていうとまあ人にねあのこうなんていうのかな人を傷つけちゃったとする殴っちゃったとするでこれはすごい歪みを作りますでね。こう 襲われてもみくちゃになってる時に殴ったのか自分から「いやダメあいつムカつくな」と思って殴ったのかこれによって全然違ううよっていうことなんですね、はい、でこういった歪みっていうのが実はですねあの偶然と思われるような事故すら引き起こしてそれが原因になって体の不調とかっていうのになってカルマを解消するとかそういったことにもなる例が リーディングの中ででは出てきてきるそうなんですよだからあんまりこの魂の歪みみたいなものをほっとかずに心の断食をして愛を持って生きるぞっていうふうにやっておくとそういうね不運とか事故も防げるよということなんですね。で病になってしまったらですね、まあ、不運な出来事に思えるようなことが起きてきてもこれはだからある意味ではそのカルマをねこう解消する歪みを解消するチャンスだから。 人任せずにせずに完全燃焼させましょうよということを森先生ね教えてくださっててあこれは確かにそうだなと思ったんですよ。あの熱が出てねすぐに解熱剤飲んだらもちろんあんまり高熱だとねあれですけどちょっとぐらいの熱ですぐ 解熱剤飲んだら体の中でねこうせっかく免疫が戦ってくれてるのにそれ邪魔しちゃうよとかね交代できづらいよみたいな話って皆さんね一度ぐらい聞いたことあると思うんですがそれと一緒でせっかくカルマが今燃え出してるところなんだからそれをちゃんと完全燃焼させるためにはお医者さんに行くなじゃなくてお医者さんに行ってもそのお医者さんが治してくれるわけじゃなくてあくまでも最後治すのは自分なんだっていうところを忘れずに人任せにしない。 でそれからさっきも言ったように自分の何が良くなかったのかなとかっていうふうに内観するそういったことを忘れずに向き合うこれが実は治癒するためにすごく大切なことだよということなんですね。はい でこのね霊魂の歪みを治していくっていうふうに治療してる人たちというのは世界中にたくさんいてそういう例をねたくさん教えてくださってるわけなんですけどあのスピリティストというねスピリチュアリストとはまた違う霊魂主義の方たちがいるそうであのこういった方たちあのお医者さんだけで構成されたねグループとかもあるんだということなんですが。 やっぱり対象療法ではなくて根本根本っていうのはどこですかというと霊魂の歪みだから霊体治療ね霊体マッサージみたいなのを行ったりカウンセリングを行ったり霊媒師さんたちのアドバイスをもらったりっていうのでチームでね1人をこう長時間かけて治療していくっていうことがあるそうなんですよ。でそれはなぜかというとう人のこのこ 要は霊魂の歪みが治るということは成長魂の成長の道にもう一度戻るっていうことなのでそれが全人類への貢献につながるんだというそういう意識を持って丁寧に丁寧にこう治療されているそうなんですね。で、えー、もちろんねそういう人たちだけではなくて中医学あの中国の、ね、伝統的な医療でも同じような考え方ありますね。表と本、要はは体に現れててている症状ではなくてそこから遡って 本質的な、ね、根本的な原因を解消しなければいけないよという考え方であったりホメオパシーなんかもねやっぱり同じような考え方で治療をされているそうなんですね。で、えー、現代的なね私たちがどうしてもこう避けてしまいがちなとかえっ?」って怪しいって思ってしまいがちなのがいわゆるシャーマンと呼ばれる人たちのこう治療あのー、イメージ的に言うとですよなんかこう。 ジャングルの奥地みたいななところでなんかこう儀式やったりとかね、えー、そういうイメージを持たれてる方もいらっしゃるかもしれないんですがこういうシャーマンの方たちっていうのは日常でですね普通にこうあのシーの方として生活しててそういう儀式であったり精霊の歌みたいなのでこう治療されてる方も多いんだっていうことなんですよ。でこのシャーマンの方たちも、えー、みんなですねやっぱり霊魂の歪みがあると偶発的なね事故すらも引き起こす。 引き寄せる可能性があるよということでやっぱり内面の乱れみたいなものを正していくのがね幸せで健康に生きるために必要だっていう風うに考えてそういう風うなね治療をしてくださってるんですよで実際に本書で紹介されてるですね例としてあの 全身性エリトマ等ですという非常にねこう難病と言われているものがあってそれにねこうかかっていろんな薬いっぱい飲んだんだけど治らないと。で、えー、母国に帰ってそのねシャーマンがしてるっていう治療をしてもらおうと思って行った時に原因がですねなんとそれだってうすると治っちゃったそうなんですよ。で今までかかってたお医者さんに行ったらすっかりもう3週間後にはもう治ってた。 で、2年後に見てもらった時も再発してなかったとかそういう例もやっぱりあるそうで,でもう一つどうしてもですねちょっとご紹介したいなと思ったところがあったのでね引用させていただきたいなと思うんですけどそれはですねこのえー、っとごめんなさいえ精神疾患を持ってて現代医療のねこう お医者さんたちは治療不可能としてね、えー、薬を飲ませて高速位を着させて、えー、もうおとなしくさせてるしかないっていうような状態だった方をシャーマンがねこう儀式で治すっていうのでねいろいろこうやって最後はそのシャーマンが黒いものを吐き出してそれで治っちゃったっていう事例が紹介されてるんですよ。でそれの後に森井先生がねこうおっしゃってくださってる部分ね引用させていただきますページです。えー この治療法は現代医学しか知らない医療従事者にとっては科学的根拠のない悪夢のような儀式でしかありません。でも彼の行った儀式によって完治した場合と医薬品で心身を麻痺させ続け高速医で抑え続けて治らないままの現代医療果たしてどちらが原始的なのでしょうか とということでですね、是非ちょっとねあの自分の中でこれねえ、考えてみていただきたいなと思います。で、えー、そのねしっかりやっぱりそういうところを考えていかなきゃいけないなと思わされるようなことが本書ではまだまだねたくさんご紹介されてるんですけれども例えば一例挙げるとあのコロンビアなんかでねあのすごく栄養が足りてない時があって赤ちゃんが未熟児として生まれてくる 人がすごく多かったそうなんですよその時やっぱりあまりにも多いから保育器の数が足りないっていうのでじゃあ保育器に入れれなかった未熟児たちはどうしてたかっていうとお母さんと同じベッドであの仕方なく寝てたそうなんですねそうするとお母さんと一緒に寝てた子たちの方が生存率が高かったとかっていうことがこあの紹介されててやっぱりねそういうところも目に見えない部分だけれども必ずしもその科学的なことだけが、えー、正しい 正しいといとうかね、正解っていう場面ばかりではないんだろうなというところですね。母ののの力ととかかね、やっっぱりエネルギーの愛みたたいいいなななもあったんじゃないかなと思います。で、えー、同じように日本でもねちょっと考えておきたいのが、えー、日本っていうのは世界中でもすごく寝たきりが多い国なんだっていうことであの週末医療みたいなところで医療費がねものすごいかかってる。でこれは本当にね正しいことかどうかっていうか自分は どういう風にえ思ってたらいいのかというのは考えておいた方がいいかなと。本当にね。読ませていただいて思いました。要はあの無,無理やりじゃないけれども、その肉体の命だけを優先して、どうしてもこれを。うんと元,元気でというかね、えー、維持するんだっていう風うになってくると、個人のその尊厳とか、えー、そういったものをないがしろに。したくてしてるわけじゃないとしても。 してしまう場面ってあるんじゃないのっていうところなんですよね。というのがあの自宅でね最後は穏やかに過ごしたいって自宅で過ごしてた人たちの方が逆にこう長生きしたよなんていうデータも紹介されてるんですよ。だからあの本当にそれがいろんな意味で、えー、命のためになってるかっていうところを考えるにはですね、その肉体の方面からだけの視点ではなくて今回学んできたようなこともしっかり 考えていいいくこととも大事なななんじゃないかなと思いますそれからあのぜひ読んでいただきたいのが大麻の,のね、えー、事例があってがんの方が自分のために大、ね、麻を栽培しててこう逮捕されたっていうお話これもですねあちょっとねすごく考えさせられることがあります大麻が絶対 OK とかそういう話ではなくて、えー、読んでみていただくとすごくね分かるかなというところですね。でそれからまあ、あのー、お薬とかでね、えー、亡くなる方の方が銃とかねあのいろんなこう 戦争とかで亡くなる人よりも実は多かったりとかっていう話だったりあのアルコールでね亡くなる方っていうのが実はねそういう大麻とかそういったものより亡くなる方より多いんだよとかっていうねえことですねそういったところも知った上でねいろいろ考えてみていただければなと思います。はいというわけで最後ね病についての所感なんですけれども。 まあ最初の老化の部分でもねちょろっと話ししたこの,え知,の知性の部分がね先にこう衰えていくよとかそれからいろんなこう機能が低下していくで病気とかも一緒ですよねいろいろとこう思うように体がね、えー、動かせないとか動かせたとしても痛みがあるとかそういうのって何かってちょっとねこう読みながら学ばせていただきながら考えた時に。 すごく自分が元気で全部うまくいってるとやっぱりついつい人のことをねあの価値判断してしまって批判したりね悪口言ってしまったりすることも出てくると思うんですがそれってやっぱり本来の目的からずれてたりっていうのでそれ以上そういうことをやらせないために自分のそういう。 調子が悪くなっったりとかっていうのである意味これは神様からの愛なのかなって捉えてもいいんじゃないかなと思いました。でなぜそういうことを言うかっていうと僕自身がすごくその病気になって苦しかった時っていうのは苦しい思い出だったんですが嫌だったなっていうのはあったんですがでもそのことで学べたなとかっていうふうに思うようにはしててもやっぱりその気持ちって消えてなくてでも今回こうして学ばせていただいた時にあ 違うとあれは自分があまりにもね間違った生き方をしてたからそれ以上そういうことをさせてねもっともっと連れてってしまって後で大きな病でドーンってくるようになる前に神様がそれで止めてくれてたんだなそれは愛だったんだなというふうに捉えるとすごくね心が軽くなったのでそういう方法もあるかなというふうにちょっとご紹介させていただきましたというわけで、えー、次回ですね「下巻 死ぬこと、生きること、しっかりね、お話しさせていただきたいと思います。はいというわけで、今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。自分の主人は自分ということを忘れずに、今日も健康でお過ごしください。皆さんが健康で幸せでありますように、今、どんな状態にあっても、必ず良くなっていきますから、大丈夫ですよ。今日もありがとうございました。